はい、酒好きな俺の一度が味見ていきたいと思います。今回は、日本酒ですね。八海山の、これは、なんだ、特別純米原酒、生詰めですね。特別純米原酒という、まあ、普通酒の原酒かな。容量が 180ml で、アルコール度数が 17.5 度。用冷蔵ですね。で、製造年月日が、今年の6月19日なんで、まだ1ヶ月経ってませんね、ギリギリ。原材料名が、米粉（国産）、米麹（国産米と、精米部合が 55% となってます。多分これ普通の、普通酒の、八海山の普通酒の原酒だと思うんですが。まあ、こちらね、ちっちゃいの売ってたんで、買ってみました。値段が500円ぐらいだったんで、結構高かったです。うん。氷温での楽しみ方と書いてあって、製品をお飲みいただく1時間ほど前に冷凍庫へ、小ぶりのグラスでキュッと召し上がってください。爽やかな喉越しをお楽しみいただけますと書いてあります。うん。まあ、これ見た通り、まあ、冷凍庫に入れといたんで、キンキンでございます。それでは、飲んでいきたいと思います。まあ、今日ちなみに八海山のね、梅酒も買ってきまして。で、さらに梅酒も買ってきた上に、あれも買ってきた。米焼酎も確か買ってきましたね。まあいいや、それ乾杯。うん。うおー。あ、でもやっぱだいぶ甘いですね。うん。八海山。八海山と。あ、でも、うん。原酒なんで、しかも結局これ火入れしてないやつでしょ。なんで普通酒に比べると結構甘いです。うん。うん、甘い。純米原酒。ん？特別純米原酒って書いてあるけど。あ、いいんですね。純米原酒。季節限定、6月から8月限定販売。数量限定ってなってますね。うん。日本酒度が、プラスマイナスゼロ。ああ。プラスマイナスゼロにしてはやけに甘くないな。辛めです。前飲んだ、締め張りの原酒の方が甘かったんですけど、締め張りの原酒が確かプラス5、プラス3ぐらいだったかな。うん。なのにこの日本酒度ですから。プラスマイナスゼロっていうほど甘くはないけど。まあ、それはやっぱ八海山だから甘くないんだろうけどね。うん。使用米が、500万石過去、麹米と山田錦と雪の精と、とどろきわせ他って書いてありますね。ちょっとよくわかりませんけど。多分普通酒の、あれだと思うけどな。あ、違うな。普通酒じゃないな。特別本醸造か。ああ。多分特別本醸造酒の原酒ですね、これは。うん。精米部合 55% だから。多分そうですね。うん。うん。そうだな。おそらく。うん。
生詰め、特別純米原酒八海山。かけ前に山田錦を使用し、辛さを抑えた深い味わいと軽さが特徴の純米原酒です。長期低温発酵もろみによるふくよかで気品ある、香りをお楽しみいただける一品に仕上げました。冷たく冷やしてお召し上がりくださいってなってますね。うん。まあ。美味しいんだけど、個人的にちょっと甘いかな。個人的にはちょっと甘い。もうちょっとやっぱ、淡麗なのがいいね。やっぱ普通の八海山の清酒が、普通酒が一番うまいっすかね。まあでもうまいのはまあ間違いないんだけど。まあ今日買ったのが、よろしく千万あるべしっていう、米焼酎ですね。八海山の、米焼酎。八海山の米を使った？まあ、八海山の米焼酎。と、梅酒がね、梅酒実は3種類あって、濁り梅酒と、焼酎、そのさっき言った八海山の焼酎で仕込んだ梅酒と、八海山の原酒で仕込んだ梅酒と3種類ありまして。まあ、焼酎で仕込んだ梅酒って言うと普通の梅酒と変わんないじゃないですか、結局。普通梅酒って焼酎で漬けるもんですからね。それを考えるとやっぱり八海山の日本酒で、原酒ですね、仕込んだ梅酒の方がいいなと思って、俺は、原酒で仕込んだ梅酒を買いました。まあこれも後でね、飲んでいきます。そこのね、店ね、まあ以前言ってました、八海山のビールも売ってるぐらいの、かなりドマニアックなね、スーパーなんで、八海山シリーズ全部売ってるな。多分、全部っていうか。大吟醸酒とかは多分売ってないかもしんないけど。あ、越後で早漏も売ってなかった。売ってなかったっていうか、これ季節限定だから売ってないのか。これ冬限定ですもんね。これはまあ冬になったら俺は買うとして。まあ今の季節限定であるこの、ね、純米原酒。特別本醸造酒の原酒。ですね。まあこれは、そもそも八海山、これかなり冷やして飲んでるからかもしんないですけど、まあ以前飲んだ、しめはりの、まあ、原酒に比べると、かなり、さっぱりした、口当たりの、になってますね。なるほど。締め張りツールは、もうまた今度、まあ、今度っていうか、個人的にちょっと冷凍庫で1時間ぐらい冷やしてみて、どうなるか。飲んでみますけどね。でも結構やっぱり冷やして飲んでるけど、
プラスマイナスゼロだけありますね。日本酒度が。うん。これはあれだわ。結構甘いわ。結構甘いっていうか。結構甘い。まあ、うん。締め張り常温に比べると甘くはないんですけど。うん。やっぱどうしても。うん。甘さは感じられますね。うん。甘い。まあ、こちらの、特別純米原酒は、1.8 リットルと 720ml と 300ml とこちらの 180ml があります。うん。まあ、結構値段高かったんで、これで500円ですからね。高いですよ。180ml500 円ってお前どんだけ高いんだよ。ワンカップで500円ってお前、どんだけ高いんだよって。いう話ですけど。普通だったら200円ぐらいでね。普通のカップだけっていうかね。あの、普通酒のこれの八海山の普通酒だったら200円で買えるんですけど。それの 2.5 倍かよって。うん。確かに高い。まあ、個人的にはここまで高い値段で買うことは、あまり、個人的には、うん、これはダメだなって感じはしますけどね、うん。個人的にやっぱ普通酒が一番うまいな、コスパいいなって、うん。普通酒はあのうまさであれですからね。値段も、まあ、通常のね、あの値段でね、1000円以下で、900円ぐらいか。うん、ですからね。うん。うん。高いね、やっぱね。うん。まあ味もやっぱり、ちょっと、甘いな。って感じですね。やっぱり。ここまで冷やして飲んで、この甘さだと、うん。この甘さだと常温で飲んだらものすごい甘さになると。うん。思われますね。これは。はい。ってほど、八海山の良さとして、やっぱり、
辛口淡麗っていうのがあるんですけど、ちょっとこれは、うん、辛口ではあるかもしれないけど、淡麗ではないなという、うん、感じはしますね。うん。やっぱ八海山って基本的にこのシリーズ、あれなんだけど、少ない量のやつって、こういうフィルムが結構貼られてるのが多いですね。全体的に。多分光を遮るためだと思うんですけど。うん。量が少ない。180ml とかのやつはだいたいこういうフィルムが貼られてるのが多いんで、やっぱそれはすげえなって。とは思いますね。うん。これいいなぁ。八海山の純米吟醸と吟醸のね、瓶がね、とっくりっていうか、ひょうたん型の瓶ですね。青いひょうたん型の瓶なんですが。すげえいいなぁ、これ。かっこいいっていうか。ちょっと欲しいですね。この瓶、無駄に。無駄にこの瓶がかっこいい。ひょうたん型の。これかっこいいな。うん。ま、ということで。ま、こちらはそうだな。やっぱどうしても、八海山の通常の普通酒と比べてしまうんで。通酒と比べてしまうと、ちょっとなって感じになっちゃいますけど、まあそれは仕方ないんじゃないかな。甘みがね、割とあるんで、かな。まあ値段が値段ですからね。ちょっと値段が高いっていうのはあるんで、それを考えるとやっぱり3433ということになります。それではご視聴ありがとうございました。